さあ、時刻は午後5時を回りました。サザンブリーズ金曜日担当しますのは甘い白みすずと山内です。です。1週間経ちましたか。そうですか。なんすかこのなんすか初っ端は。なんでなんで、どういうこと。経ちましたかって。経ちましたよ。いや早いですねっていう。早いですか。早くない。早い早いよね。いつだったかな、食堂でご飯食べてる時に、うん、12時前後ですかね、だから、うん、その時にあなたの CM 見ましたね。お、エカ石油さんのやつ。石油のさ、なんか、うん、かぶり物してた。は、うん、みんなしてる。みんなしてる、最後はね。してるよね。みすずは最後にしてる。はいはい、皆さん見ましたかね、みすずの、うん、あの CM。 あ、ね、CM 見たよってほら、お、ネットで。ほんと、うん、ありがとう。キメレッド、キメレッド。マスオさんはもうキメがオレンジャーね。そうそうそう、キメ線の話をやたらと引きずってくるっていうね。なんでだろうね。なんていうんですかね、唯一のいじりどころだからですね。キメ線が。キメ線。まあいいですよ。そうそうそう。で見てですね、うん、なかなか目立ってました。まあ、メインキャストですからね、一応は。はい、なんだっけ、若妻役。若妻、新妻ね。新妻役。そうですね。そんな感じで。いい感じでしたね。いい感じでした。はい。よかったです。このようにいろいろと、そういえばあなた、うん、僕に何か忘れてますね。あー、忘れた。あなたが出ていた、うん、主演。主演？エイカー役だっけ。主演じゃないわ、勝手に話をもらわないで。エイカーズね、エイカーズグランドマスター。そう、エイカー役で出ています。エイカー役じゃないか。のこのエイカー僕は見たことがないですよ。そう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 ね、もうね、はい、終わっちゃったしね、最終回もしちゃったしね。終わっちゃったし。どうでしたか。まあすごい評判は良かったと思いますよ。ただね、8話で終わったのがね、ちょっと短かったなと思ったんですけど、ね、短いよね。うん、なんでなんですか、ね、わかんないっす。最初から。最初から。最初から。それとも途中で。打ち切ってない、打ち切ってない。打ち切ってないからね。ちゃんといい感じに終わりましたよ。大丈夫ね。もう素敵でしたよ、こんなこと言って。そうだよ。はい、まあ8話で終わったけど、別に皆さん、うん、変な意味はないですから。どういうこと。最初から8話だったからね。そうですよ。そうそうそう、あんまり気にしないでください。気にしないでください。だから見せてくださいっていう話ですね。DVD に焼いて持ってきますよっつって。全然持ってこない。全然持ってこない。ぜひ本当にちょっとこれ見てね、企画も考えてるんですから。なあ、うん。もう出てるんですか。ん？何？ DVD 出てるんですよ。あのね、金曜、この最終回の日と同時に DVD が出るっていう、この仕事の速さね。速さ。仕事早。なんすかこれ。もう、エイカーフィルムの仕事の速さね。あなたが。やめ鈴鹿じゃないですよ。やっとけと。いや、まあね。よくわからんけどね。進めよ。もういいよ、この話。なんでよ。いいよ。せっかくこう、なんていうんですかね。うん。皆さんが見れるような、あれなんですから。そうですね。はい、ちゃんと宣伝しとかないと。宣伝下手でした。最終回終わってから宣伝しとかないとって言われてもさ。あ、宣伝といえばさ、お、出ました。8月に舞台に出るんですよ。お、見に来て。はい、行きます、行きます。どこでですか。わが町の小劇場、那覇にあります。わが町の小劇場にてです。わが町か。来て来てさ、本当に。わが町行くのはいいんですけど、うん、トイレに入れないんですよね。トイレに入れない。あ、確かにね。すずもわが町の小劇場のお手洗いには入ったことないかもしれないです。え、演者なのに。あ、自分はわが町の衝撃場立ったことないです、初めて。あ、そう、うん、あ、そうなんだ、うん、見に行ったのは何回もあるけど、うん、立ったのはないですね。見に行った時に、うん、トイレ行けないよな。確かにね。確かに。だから最初で、僕はなるべくあつこ見に行った時はもう最初でちょっと尿意を催したら、うん、もうすぐ行きますよ。オープニングで何の話してるの。じゃあ舞台見に来てねっていう話。8月19日、はいはい。じゃあどんな舞台かだけ言っときましょうか。紅に汚れるっていう話なんですけど。紅に汚れる。紅に汚れるっていう、はい、男装ユニットがいまして、うん、沖縄のニューメンという男装ユニットが、はいはいはい、4月から活動開始している男装ユニットがおりまして、うん、でそのニューメンを人にというか軸に
断層のこの人たちを軸にってこと？そうそうそう、ちょっと物語がどん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 進んで、あなたは断層思想の役なの？違います、自分はそのアイドルグループの役ではないですけども、その周りにいてこの話を、あ、追っかけか、いや、追っかけの役ではないと思います。でまだ本もらってないから、ミスはどんな役をやるのか、バンギャか噛むなや、そこで噛むなさ、本当に、ね、いいこう振りだったのにね、本当に違うよ。でもまた本当に詳しい情報は、あ、まだ台本ないんですか、うん、まだで、そうそうそう、フライヤーもねまた今度持ってくるんで、また今度、そうですね、なんかね、はい、あれは見たよ、フライヤーっぽいポスターっぽいやつ、ツイッターとかでね、そう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 、ってそちらもぜひチェックお願いしますよ。なんかおどろおどろしい感じの、そうですね、結構アンダーグラウンドなディープな感じのお芝居、ディープなお芝居に初挑戦しますんで、お、そうなんですか、久しぶりにお芝居するんで、うん、緊張してるわけですよこっちは。あなたこの前見に行ったやつは何の役だっけな、この前っていつ、分からん一番近いの、その前も見たか、ミュージカルをやっているってこと？ミュージカルはやってないんですよ、ミュージカルは別に専門じゃないです、ストレートプレイが専門です、ミスズは。ストレートプレイ、はい、下ネタですか？違いますよ、やめなさいミュージカル、歌とかダンスとか何にもない平場でやる舞台のことですストレートプレイ、はいはい、下ネタじゃないってことねもうオープニングはもう疲れたオープニングで疲れてどうするんですか、はい、じゃあ見合い、はい、コメントもいっぱい来てますよ、うん、なんだっけ、男役って来てますが、うん、銀トロさん、違う男役ではない、マサさんはね、うん、アイドルは用を足さない、うん、山内さんはトイレが近い、うん、まあ年だからね年、うん、ってマサオさん今日元気だね、マサオさん元気、久々に来た ね、コメントいっぱいくれるね、くれないに毛がある違う違う、まあちょっと惜しいけどね、惜しいね、汚れるね、なんかうまいこと言ったからちょっと悔しいぐらいでねそう、赤くれない赤色がちょっと、うん、汚れますという、なんか何ですかね、が軸というかテーマというか、うん、になってくるので、なるほど、ぜひぜひいいと思いますよ、いい舞台になると思いますよ、いい舞台です、尊女そこらの、うん、なんていうの、上っ面な舞台じゃないですよね人間のこの心理描写を描いた割とグロい舞台ですので、さあサザンブリーズメールもお待ちしておりますメールアドレスしてあげた、無視するメールアドレス797@fmginowan.com、はい、797@fmginowan.com となっております。そうです、今日はですね、まずはちょっとね、うん、梅雨も晴れた、明けたということで、明けたね、そう、明けるもんだね、明けるもんですよ、うんと、ちょっと気持ちが晴れまして僕はそれで気持ち晴れ晴れみたいな、うん、トーク、そして、うん、後半は変な人だいたいね、うん、このラジオ関係、うん、あるいはこの芸能関係の方々、うん、変な人が多いですから、確かにね、はい、変わっていますので、変わってますね、そういった話ができたらなと思っております。それでは、うん、今日も、ミスズセレクション音楽でいきたいと思います。今日は何ですか、特集は、特集とかしないといけない、うん、ミスズのウォークマンからシャッフルで流れてきたやつを流してやろうと。いいですねいいですね、じゃあどうぞポチッとな、えい、ピ、何ですかこれは、1曲目はラッドウィンプスでダダダダ、すべて遠回り、すべて大回りなのに、それなのに近道探してみて、小回り大回りに見つからないようにばかり、挙句の果ては拝み、神頼み、少しでも楽に、人よりも前にかなわぬと知るやいなや、嫌み、ひがみ、鬼畜の極み、ナムアミラブツ、音楽切れたって、音楽切ったんだもんだって、山内さんが。はい、怒られますか。そういうの多いよね、一応。何が？そういう間違っちゃった系。僕ですか。うん。そうですか。若干。無意識です。無自覚です。そうか。そうか。そうか。何これ？ラッドウィンプスのダダ？ダダ。
出演たいですね、舞台やりたくないよ、山内さんは。なんでよ。多分なんかそうやりたくないと思う。本当？うん。だって映像の演出やる人もやるでしょ。あんまやらんか。いや、舞台と映像は違うよ。マジ？うん。こうやってみたいな。一回やらして。誰に言ってるんですか。ミスズは呼ばれる側ですからね。一回やらして一回。一話でいいよ、一話。なんで一話って。なんで一話。なんかさ、こう続きものの舞台ってないのかね。テイカーズみたいな。一話みたいな。見に来ないでしょ。来ないかな。逆に見たくなるじゃん。いやー、お客さん入らないんじゃないですか。そんな、どうなんだろう。絶対福永さんとかやりそうだけどな。考えてはいそうだけど。毎週そこに行ってお金を払って見るかって言われたら見ないんじゃないですか。見ないかな。四五人が見に来ればいいんじゃないか。どうする、収支のバランスはどうする。一人とかの時もあるかね。それはない。分かんないですよ、うん、入らないかもしれないし。3人ぐらいの時のこの変な、分かる、超変なで、それやったことある。あの吉本の新喜劇あのポケットミュージカルス出てた時。ああ、うん、あの客も変になるんだよ。だって平日じゃないですか、やっぱり、うんうんうん、私沖縄の人はね、ほら平日とかにそんなお笑い見に行くっていう、ね、文化がね、文化がないから、ね、うん、できた当初だったし、かけてたね。あと誰が、あと20秒。お、じゃあ嘘ついた。え、10秒。お送りしたのはラッドインプスでダダでした。でした。さあ、時刻は午後17時13分回りました。サザンブリーズ金曜日です。はい。です。して？ぼーっとしておる。今日さ。なんで？なんか理由言って。ない。ない、理由は特にない。理由なくてぼーっとしてるって、なんかね、これはもうあれですね、なんだろう、5月病かな。うん、6月だしね。あ、冷たい。冷たい冷たい。あのあれですよ、なんですか、梅雨明けたからじゃないですか。梅雨明けのせいかな。うん、あなたはほらもうなんていうのかな、ちょっと闇を抱えてるから。やめなやめなやめなさい。できたら晴れたくないみたいな。そんなことないよ。そんなことないよ。はい、天気言ってください。だから、あ、天気開けてもいないでしょ。開けてもいない。開けてください。そうだね、この時間天気だったね。そうですよ。そらぼーっとしてるわけさ、今日。なんでですか。わかんない、変な。さあ、今夜これからの天気でございます。食べ物食べたんじゃないですか。南西の風のち南の風晴れ、波の高さは 1.5 メートル、降水確率は 0%。 寝すぎだな。はい、 0%。 うん、お、降らないって。当たってるね。ね、うん、晴れってしてるしね。今日本当に降ってないからね。ねえ、だってもう梅雨明けたしね、うん、梅雨明けて降ったらなんでやねんってなるもんね、多分ね。うん、そこまでならない。明日24日の天気です。、はい、南の風晴れ、波の高さは 1.5 メートル。降水確率はお昼過ぎから 10% ですけれども、うん、はい、ほとんど降らないでしょう。朝の最低気温は27度、日中の最高気温は31度となっています、うん。もう夏じゃん。そうですよ。もう夏じゃん。何を言ってんですか。もう昨日ぐらいからかなり夏ですからね。もう暑いわ。あ、わかった。ぼーっとしてる理由。暑いから。暑いから。暑いのでっきらいなんですよ、自分。ああ、そんなっぽいね。うん、もう暑いと思う。凍えて痛いんでしょ。凍えて痛い。凍えて痛いって何？凍えて痛い。うん、そんな寒いのも嫌いですけど、なんかもう普通にほら、なんどっちつかずな天気って、ほら秋みたいなね、春みたいなね、あ、過ごしやすい天気ってあるじゃないですか。まあ秋大好きっていう人は多いですよね。そうそう、秋は好き。そう。
なんかね、だから見せずに至っては晴れも嫌いですからね、うん、晴れすぎたらね、うん、昼が嫌いですからね夜大好きですもんね活動大体夜ぐらいに起きてそんなことないから、ね、9時10時ぐらいに寝てる子だからミスよ。はあ、嘘。普段はして5時6時に起きるわけ。そのおばあちゃんみたいな生活してないっすよ7時8時ぐらいかな起きるの。デジ寝てるやし。デジ寝るもん。寝すぎだね。だからぼーっとしてんだよ。そんなことない。だって8時間寝ないと頭痛くなるんですよ最近。だから寝すぎ寝すぎ今にさ寝てたらさ腰が痛くなるよ起きたら俺ぐらいになったら。おっさんか。さあ、道路交通情報をお伝えします、はい、沖縄自動車道高速道路では目立った混雑渋滞はありません。スムーズに流れています。そして、一般道ですが、はい、あら結構ですねやっぱ混んでますね。めっちゃ混んでたわけ。どこ浦添から、うん、ここ宜野湾に帰ってくるときに、うん、めっちゃ混んでたわけ。330が。ああ、330ね。めっちゃ混んでたわけ。嘘。びっくりした。330ね、今の時間あれですね、混雑ぐらいですね。嘘、めっちゃ混んでて。違う、でも3時とか4時とかなんですよ。ああ、はい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 。なんで？でもね、今が混みそうだけど。なんで？植栽工事とか入ってなかったですか？なんで植栽工事って？そばの木を切ったりする工事。うん、マジ。見なかった。なんでかな、うん、びっくり。さあ、前原交差点から王者の交差点にかけて長い渋滞が続いています。また国道58号線牧港付近で那覇向け渋滞、アジャからグスクマまで、うん、これは北向け長い渋滞が続いています、うん、そして、国道58号線、うん、チャタンから伊佐交差点、うん、まで、うん、那覇向けですね。これ嘘、北向け長い渋滞が続いています。なぜか嘘ついた伊佐から茶炭まで長い渋滞続いています。そして、うん、金子交差点でも渋滞、国道330号線、うん、石井田から瑞慶覧にかけて渋滞、はい、ライカムから瑞慶覧にかけても渋滞が続いています、うん、あちこちで今日は渋滞が続いて発生しておりますね。これは何かしらありそうですけども、それはちょっとわからないな。何なんだろう、何なんだろう、外に出たいのかな、みんな。プレミアムフライデーみたいなのあったさ、うんうん、あれではない。あれはね、確か月1ですよ。今日はその日とかじゃない。今日は月1の日じゃないんじゃない。だって今日何週目。4週目じゃないですよ、確かあれ1週目だったはず。あ、嘘、うん、分かんない。プレミアムフライデーの話が出たのでちょっと言いたいことがあるんですけど、いいですか。うん、どうですかプレミアムフライデー、満喫してますか。関係ないんですプレミアムフライデーとか。なんで。え、なんで。うん、だってそんなお仕事に属してないから。そうなんですか。そうですよ。僕はですね、うん、まあこういう仕事してるからあんまり関係ないって思われがちなんですけど、うん、プレミアムフライデー、うんうん、絶対満喫してやろうと思ってますよ、ね。ね、いつでもプレミアムじゃないの。お、山内さんはいいこと言いますね。いいことなのか。いつでも飲みに行ってるさ。ですね来週ってよね、来週とのことですね。だからほら第1週目だっけよ。だって来週は第1週目じゃないよ。第何週目。第5週目だよ。最終週かね。なんでそれ。スーズの頭は毎日鼻筋なんやろ、うん、っていうシュプレームさんという方から来てます。うん、鼻筋ってわかります。鼻の金曜日ってことでしょ。そうそうそう。そんなことないよ。はい、怒ってるよ今。そんなことないよ。怒ってるよ怒ってないけど、別に金曜日でもそんな曜日、うん、火曜日にラジオがあるな、金曜日にラジオがあるなってくらい。なるほど。スーズは予定がね、予定っていうか、うん、さあ、ですね、今日は晴れ晴れ、うん、そして変な人とかについていろいろと話していきますもしですね皆さん、はい、変な人、うん、こんな変な人いたよっていうのがあれば、うん、あるいは気持ち晴れるにはこうするよっていうものがあれば、うん、メールいただきたい、コメントでも結構です、はい、ぜひぜひ、参加してください。お願いします。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com となっております。それでは今日はミスズ
音楽特集セレクションでいきましょう。どうぞ。ポルノグラフィティでヴィンテージ。すげえな。どこでわかった今のヴィンテージって。出だしも最初。すげえな。俺自分の入ってるのがそんなわからないんじゃないかな。あ、ミスズ、そんな曲が流れてからパッてタイトル言ってるわけじゃないですよ。どこ？出るさ。なんだよ。そう、ちゃんと事前に選んでるからね。だってシークレットトラックとか流れてきたら終わりじゃないですか。シークレットトラック？シークレットトラックってほら、アルバムの一番最後とかに入ってる無音がずっと続いて。あれ何なの？シークレットトラックでしたから。なんで無音続けたの？無音続けて、ある一定の分数聞いたら、なんか入ってるんですよ。わかる。なんであれ無音続けた？終わりと見せかけてですよ。あ、一時期あったよね。流行りましたね。流行りました。バンプかな？何だったの？バンプオブチキンかな？外人前ですよ。ぼーっとしてるって。ぼーっとしてるんです、ミスズ。ミスズぼーっとしている。そう、僕は言ってないです。手を、コザのさ、FM コザも渋滞で遅刻した人がいるって。いや、モーリーだな。モーリーとかわかる？アジクーターラジオの人ですか？会ったことはないです。やってるんだなっては思ってる。毎月最後の金曜日って。最後の金曜日か、関係ないけどね。最近さ、もうあんまり飲みに行かんこうって決めてるわけ。いいじゃないですか、いいことさ。お家で飲む。いいことじゃん。飲みすぎ、本当に。父の日どうでした？あ、もう感動して泣きそうだ。ツイッター見たけど。見た。あれで息子が父ちゃん大好きですって感じだっけ。うるったよね。ほんとにうるうるだよね。俺の方が大好きだよ。なんでそのいい話。そのまま CM？ CM 行きたいから反省教えて。あと2分いいっすよ。ね、絶対可愛いよね。だってうちおいこが超可愛いもん。これで自分の子供だったらどんなに可愛いんだろうって思う。甥っ子も一応ほら近いから、無条件で好きになってくれるさ、だけどもう子供はもっとで。そっか、無条件だからね、この子たちは。無償の無償の。はあ、いいだろうな。お、カッチン、ちょっと後でこれ言いますね。ん？何の話よ、ボミーさん。牛でしょ、牛。豚かね。ヒージャーかね。ヒージャーだ。あと1分ぐらいです。数も増えるね。来週はできたらトロピカルからやりたいですね。で、だってそろそろもう水着ギャルがいっぱいいますから。あと20秒ないぐらい。あと10秒。すーちゃんもっとトルバルやったくらいね。そうだよ。そうだよ。そうだよ。トロピカルビーチからやると、すずちゃんがもっとトゥルバル。
頭が回らないんですよ、暑いと。だからすず冬の頭の回転率と夏の頭の回転率は本当に違うと思う、本当に。じゃあめっちゃ冷やした部屋の中でやればいいよし、大体違うわけ、違う、そういうことじゃない、家庭があるさ、来る家庭準備、ま、準備してこのラジオに来るまでの家庭が暑いさ、朝起きてから暑いさ、もはや朝起きたらもうクーラーつけてください、すぐ。もう嫌だわけ、それがクーラーが嫌だわけ、クーラーが嫌っていうかもう、まあ、ベタベタして起きるのが嫌で、朝からテンションもうだだ下がりですよ、それ。まいったな。どんなわがまま娘ですな。だから夏はね、ね、ほんとね。ほら、沖縄大好きさんが平和だなって、ほんとね、平和だよね。あのさ、受け取り方次第っていうのはわかるよ。ダメですよ、そんな甘やかしたら。平和だな。だいたいガスの CM であんだけ踊って楽しそうにやってるのに。は全然表情が違います。別にサザンブリーズ以外では結構ハキハキしますよ。ほら、ちゃんとハキハキしてください。だってここヌスラジオって最初から山内さんが言ってたから。まあスタジオはいいよ。トロッピーでは。なんで暑いもん。トロッピーではもうハキハキしてくださいじゃん。ハキハキしてこのスタジオぐらいじゃないの。じゃあちょっといろいろ読んでいきますよ。おお、なんすかこのアップテンポの曲は。びっくりした。僕がいつも踊っている曲です。さあサザンブリーズ金曜日毎週見せずっと山内です。最近虫を覚えたね。スルースキルが上がりましたね。ねえ、うん、どうしようかなこれ。どうもしないよ。ほら来てる、見せず夏が嫌いって話してて、はいはい、マスオさんが、うん、車内のもわっとした感じで車内の冷房効いてから外に出てもわってする感じで夏嫌ってなる。ほら、わかる、超わかる。わかりますよ、夏の嫌な部分も僕はわかるんですよ、うん、だけど、うん、好きな部分もあるっていう風に思ってほしい。これでしょ。あー、なんかビキニのお姉さん。違う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 、ビキニのお姉さんはあくまでも腹心漬けみたいなもん。カレーじゃないみたいな。カレーの腹心漬けみたいな。そうそう、夏のカレーといえばやっぱりこの気持ちが晴れる、わかります、景色綺麗なの、うん、僕も夏来たなーって本当に嫌なんですよ。でも確かに夏の空はすごく素敵ですよね、うん、素敵でしょ、うん、青くてね、白くてね。そう、昨日僕ちょっと用事で那覇行ったんですよ、うん、そしたらその夕方ぐらいね、うん、その空たるや、その空たるや、めっちゃ綺麗だわけ、うん、こう晴れてて、うん、それでもね、ちょっと昨日とか一昨日とか嫌なことばっかりあったんですけど、それでもう晴れましたよ。何があったのかな、晴れ晴れした出来事。晴れ晴れしました、本当に。素敵じゃないですか。本当に嫌なことばっかりだったからね。何があったの、思い出してきた、もうだんだんイライラしてきた。やめやめ、この話やめよ。でも今日はあれですよね、一年に一番青空が似合う日ですよね。お、どういうことですか。え、だって慰霊の日でしょ今日。あ、夏至、夏至？うん？夏至？夏至？夏至は昨日か。今日慰霊の日ですよ。今日慰霊の日。うん。慰霊の日がほらすごい澄んだ青空だったらね。でも慰霊の日って晴れが多いんですよ。ね、あ、本当、みそも毎年それ思ってる、うん。そう。こんな夏空だなって。そうなんですよ。うん。素敵よね。だからね、うん、あ、ツイキャスが切れる。あ、やばい。もう一回やってくださいね。はい。だからやっぱりなんていうんですかね、空であったり。空であったり。あるいはその昨日はね、またブルーハーツの千一のバイオリンというのを聞きながら、こうその現場に向かったんですけども、この千一のバイオリンがまたこうくすぐるんだよね。ヒマラヤほどの。そう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 。おー、だからね、本当に結構ね晴れましたね。うん、ね、うん、あなたなんか晴れることありましたか最近。晴れること、うん、晴れること、カレーが美味しくできた。カレーが美味しくできた。カレーを美味しく作れた。ほう、これカレーマニアの俺にそんなこと言う大丈夫。
スタンダードのやつですよ。でもあスタンダード僕はスタンダードからこのインディア的なものまで、うん、タイ的なそれ網羅してますから。あの2種類自分が作るカレーには2パターンあるんですよ。はいはいはい。もうオーソドックスなやつ。うん、オーソドックスなやつ。でもミスズひき肉のカレーが好きなんです。キーマンみたいなやつが好きなんですよ。うん。だから、どっちも一応ひき肉のカレーなんですけど、オーソドックスなやつと、うん、キーマって言われて定常な感じ。お水の代わりにトマトを入れるやつか。あトマトカレーか、はい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 、どっちかなんですよ自分が作るときは。あ3種類あった。おもう一パターンは、もう一パターンは前の晩に作ったポトフをカレーにするやつ。あポトフね、うん、あれ美味しいんですよ。カレー粉入れるだけだし。ポトフに、ポトフに美味しいの。美味しいよ。やってみて今度。うん、嫌だ。なんでなんでかなんでかカレーは自分で作るものじゃないって僕は常々。なんで？作ってもらうものってこと？お店で食べるものってこと？どっちもですね。要するに僕はカレーが好きすぎて評価したいというか、このなんていうんですかね、あんまり嫌いなカレーってないんですけど。グリーンカレーとかも大丈夫なんですか？うーん、わかんない。食ったことない。カレー網羅してるみたいな話してからさ、わかんないって何なのさ。わかります。トロットロのココナッツ的なのがあるじゃないですか。うん。でグリーンカレーじゃないですか、ココナッツって。うん、なんていうの、グリーンカレーって本当にグリーンさね。うん。じゃなくて、その、シニスパイシーな、うん、ココナッツ的な、この、うん、薄い黄色。なー、本当に昔ながらのやつみたいな。じゃあ、スープみたいな。あ、スープカレーみたいな。そう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 。うん、があるんですけど、ヨーグルトも混ぜてますみたいな。うん。それは美味しくなかった。カレーはなんかずれたらダメだと思う。あんまり俺も思う。なんかいろんなの入れてみたいな。あとカレーにね、うん、こう意外性はない。あーそうですね、うん、意外性のあるカレーはカレーじゃない。そうもう別の、そう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 、別の名前つけるんだったらまあ許しましょうのやつですね。そう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 、ガレーぐらいにしてみてほしい。ちょっとよく、本当にちょっとよくわかんないです。点々つけるとシュプリームさんが沖縄のボンカレー何何、はい、どうぞどうぞ。沖縄のボンカレーの箱って内地の箱と違うの知ってるって。知らん知らん、知らない。俺さ、ボンカレーうまいっすか、うん、ボンカレーは食べないです。じゃあ、だってあれボンカレーとかってあれでしょ、レトルトで温めるやつみたいなやつでしょ、うんうんうん、す自分で作りたいんですよ。自分で作るか作ってもらうか。出ましたね、飛んだ女子力アップ。好感度作戦出ましたけど。違う違う、まあまあいいでしょう。そうそうそう、分かりますよ、うん、レトルトは全然食べたことないの。レトルトは全然食べたことないです。そうなんだ、うん、美味しいのもあるんですよ。うーん、本当に最近やっぱ凝ってて、うん、結構あうまいねっていうのあるんですけど、うん、ボンカレーに関しては僕はね、うん、もう一人暮らしの時に散々食べて、うん、それが原因さ。もう美味しくないとかじゃなくて、それが原因さ。あまり味も薄いんだ。なんだそれ。まあまあまあ、そんなこともありましたが、うん、自分のカレーが うまかったということで、いいですね、うん、なんかね、上手にできたからちょっとテンション上がった。なるほど。これ晴れ晴れの話でいい？うん、いいけどなんか違う。いや、いいっすよ。なんかすごいこう無難な感じでいいんですよね。無難な感じって何。じゃ あメールも来てますよ。何メール、メール来てる。本当に今日僕来てんの。何メール来てる。はい、すず読む。これはすず読んでください。ラジオネーム沖縄大好きさんから、はい、ありがとうございます。ミツヤマやめ、ダメだ。ミツヤマイチさん、こんにちは。こんにちは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですということで、沖縄大好きさんいつもありがとうございます。仕事を終えて聞いてます。今日6月23日金曜日は慰霊の日でしたね。お二人は黙祷されましたか？休憩が早く入れてたため、僕は12時ちょうどに黙祷しました、はい、沖縄戦から72年経ちましたね。各地域では平和運動や戦争と平和を伝える行事などがありましたね。うちの母方の祖母は戦争があった頃に生まれたと聞きました。今考えるとこの暑い中で戦争が起きて
命を落とされた方たちがいると考えると、僕たちが想像している以上に苦しかったと思います。もし僕がその時代の人間だったら耐えられなかったのかもしれません。真面目な話、僕の考える平和は好きなことを楽しんだり交流してお互いに楽しく過ごすことかな。今の沖縄も県外や外国人観光客が増えてきて交流も増えてきているので、このように沖縄の文化を共に交流して楽しむのも平和だと思います。ミス山内さんの声をこうして聞けるのも、その時代に過ごしてきた先人たちが必死で生きてきた前に進めたから、こうして平和があるのかもしれません。ぬちづたから命を大切に今を生きて、これからもたくさん経験して失敗して成功して楽しく過ごしていけたらなって思います。では最後まで放送ちばりよっていうことで、ミスミス、なになに、山内さん山内さんハイタッチ、あ、よかった、ハイタッチがいいですね、ハイタッチ、はい。あ、今なんかサザンブリーズで一番すごくなんだろう、ラジオパーソナリティっぽいラジオ、あー、メールを読んだ気がするすごくいいメールじゃないですか。いいメールですね。やりました、黙と。当たり前です本当か、本当ですよ。何をおっしゃっているんですか。おじいおばあのおじいおばあ、ありがとうって思った。あなたのおじいおばあっていくつぐらいなんですか。70ぐらい。だから戦争があった時期に本当に生まれてたか生まれてなかったかぐらいだと思うので。あは、うん、そっか。うちのおじいおばはもう大体亡くなってるんですけど、やっぱ戦争体験者だったんですよ、うん、でうちのね、うん、一人のおばあは内地に疎開に行ってて、うん、一応無事だったと、うん、でもう一人のおばあは割と逃げ回ってたと、いとまんだわけさ、うん、あーそっか、そう激戦地だけど、うん、涙流しながらやっぱり語ってましたね、戦争のことは。やっぱね、後世にこういうのってね、伝えていかないと、伝えていかないといけないなって思うけどね、年が経ったらね、やっぱそれも薄れていくのかなって寂しく思いつつ。こんな番組だったっけ、俺非常に喋りにくいでも明るく生きよね。あ、まあ明るくバカみたいに生きてますけど、明るく生きよ。いつもバカみたいって言われますけど、いつもバカみたいって言われながら、一応こういうことも思ってるよって思いながら生きよ。そうですね、うん、この前ですね、じゃあこの雰囲気ちょっと変えていいですか。変えていいよ。この前初対面の人たちと会ったんですけど、ほう、このなんていうの、なんていうかな、この業界っていうか、こういう異業種の飲み会みたいなのがあるじゃないですか。 ありますね。そういうのでこの初対面の、うん、大体ね30後半ぐらい、うんうんうん、42、3、まあ大体同級生同期ぐらいの、うん、この経営者とかいろんな人たちがバーっていた中で話したんですけど、うんうんうん、スケベソーと言われてあのな、ちょっと待ってと、このご時世に、このご時世に、この慰霊の日にですよ。慰霊の日じゃないけど、すいません、先週行われたこの飲み会でですね、ちょ、出てるよそういう感じは。本当にかもしれない。違う、でも初対面だよ、うん、話したらわかるよそりゃ。ちょ、でもミスズも初対面で、あ、でもメイグさんがいたからだけど、うん、FM 小座のスタッフさんがねいたからだけど、うん、また女の子に鼻の下伸ばしてるつか、あ、この人スケベなんだなって思った。あのさ、びっくりする、うん、何そのまんま受け取る、受け取るでしょじゃあだって受け取るでしょそりゃ。あ、じゃあいつもこんなこと言ってるんだなってなるさじゃあそれは本音はね、心の底は違うかもしれないけれども、でもですよ、そういうキャラなんだなって位置づけされるさ、もう。まあね、うん、じゃあそれはほら、メイグのしょうもない一言があったからでしょしょうもないって多分ね、僕自分で思うんですけど、うん、真面目にそうに見られると思うんですよ。何を言ってるの。じゃあパッと見はね、そんなことないと思うよ。そうかな、うん、だから非常にちょっと本気でちょっと落ち込んでですね割と、だからさっき晴れ晴れの話しましたけど、うん、それも嫌なことの一つだったんですよあれと思ってそんな感じっていう、はあ、面白、メガネかみたいなさあ、またメール来てます。はい、はい、さん、山内さん、さっき FM 技能来たのに、未主従はこの状況ニアミスになるはずや、モーミー IBC が、そう、さっき来てたわけよ。
そうなんだ。惜しかったね、うん、旧暦の1日15日は月の引力の関係で、うん、虫も動物も人間までもが落ち着きがなくなるわけよ。ワンが中学の時に必ず決まって1月15日の夜中の3時頃、うん、庭で丸梅になってどうしたどうした、庭で丸梅になって、うん、皮引っ張ったり、うん、洗濯ハサミで挟んだりする、うん、変な有名なおじさんがいた。あ、変な人ね。あったら普通に接するおじさんやしが、うん、この旧暦の1月15日になったら、うん、お家から1日15日になったら、うん、お家から出ないわけよ、うん、未主従山内さんも、うん、1日15日になったらサーサーするって聞いたことあるだろ。うん、まさにそのことだはず。聞いたことないけどな。未主従に忠告しとこうや、うん、1日15日はワンと会わない方がいいよ、頭おかしくなるよということで、1日15日以外もあんまり会いたくないなって思ってるっていうことはなんか一応お伝えしておきましょうね。なんでですかね、いい人ですよ、もうみさん。ちょっとね、いい人なんで、変態なんですけど。笑っちゃったな。1日1日と15日。ただね、やっぱり潮の満ち引きと関係あるらしいですか、人間の体内。月の満ち欠けみたいなことね。そうそうそう。ね、1日と15日、まさに満月ですからね。うん、変な人、変な人、変な人、うん、変な人。ちょ、山内さん自体が変だから。ああ、もうこれ僕ね、今日のテーマで言われると思いましたよ。でもね、主従が言うなと、未主従が言うなっていう。須田変な人じゃないですよ。未主従は変な人を隠そうとしている。いや、須田いたって常識人だと思いますけどね。結構そうっすか。うん、しっかりしてるじゃないですか。しっかりはしてるよ。真面目でしょ。真面目だね。そんな別に変なこともね、してない。しないし。そうっすか。うん。うん。分からん。なんか嫌だな。僕は変な人ですかね。変な人ですね。でもこれ喋ったからでしょ。まあ、第一印象では思わなかった。あんまり思わないよね。かな。うん。第一印象で変な人に思われるっていうのは相当じゃないですか。うん、相当だと思いますよ。もう第一印象で変な人だなってもう思ったのは、もうほら、まあ、時々出てくるけどあれね、エースオブタイムのショーね。ああ、はい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 。音もう今でだから、もうこの年月付き合ってきてるから、うん、4、5年付き合ってきてるから、慣れた。4、5年とかじゃない、もう7年ぐらい8年ぐらい、うん、うわ、付き合ってきてるから、もう弟みたいな感じになってますけど、うん、はいはいはい。あの子ほら、うずらベーコンとか食べるとベーコン剥がしてうずらだけ食べるんですよ。そのベーコン横から見せて食べないといけないんですよ。いいじゃん。なんでかっつって、なんで頼んだっつって。だからよ、面白いな。面白いっていうか変なんですよ。最高だね、やっぱあいつね。最高なんですよ。あの、だからやっぱりね、変っていうのは、うん、いいことだなって本当に最近思うわけですよ。うん、わかりますか。うん、FM ギノワンのスタッフ、うん、あるいは小座のスタッフ、うん、そしてパーソナリティさん、うん、リスナーさん、うん、8割変人ですから。確かにね、本当に。ああ、スズは2割だけどね、その中のね。スズは最初変人じゃないと思ったけど、だんだん変人になってきたよね。どこが、聞いてみようだ。どこが言えない。なんで、あの、言ったら怒られる。なんでよ。あの、あなたからも怒られるし、うん、あなたの社長からも。なんでよ。なんでよ。なんでそんなこと言おうとしてる。よくわからない。大体さ、モデルさんも変わってる人多いっすよ。そうかな。で、役者さんもね、やっぱ表に出る人は、うん、ちょっと変わってますよ。そうかな。役者さんとかさ、こんな人舞台の稽古とかするわけでしょ、うん、変わってる人多いでしょ。やっぱり個性的。確かに変わってる人多い。やっぱ自分は持ってるから、うん、個性を生かしていかないといけない職業だから、個性を潰すってことをしないんでしょうね、多分。そう、多分ね。そうだよね、うん、個性を隠してまで人と同調するわけがないんですよ、うん、なるほどね、そういう人たちは。でもだからこそ面白い。そう、だから変な人が多い、うん、そうそう、ように見えるんでしょう。そう、だから僕はそういう人たちからしたら、僕は本当に至ってノーマルだと思うんですよ。割とあのバランス取るからね。いや、リアルな話ね、うん、で、
沖縄大好きさん、うん、そう僕は変人ですってこらって言ってますけど、うんうん、まあ、大体変わってますよね。そうですね沖縄大好きさんも変わってますけどね。確かにまあまあでもねやっぱ本当面白いですよ一応一番スタッフの中で小座宜野湾含めて変だなーっていうか変わってるなーって思うのは一応塩素さんかな。あーリアルなところを出してきたね。マイペース、うん、なんだろうあのなんだろう周りがすっごい走らないといけないのに塩素さんだけ歩いても大丈夫っていうこの感じ、うん、うんうんうん、なんだろうでも独特で面白いんですよそれが。面白いよね、うん、そうなんですよ、うん、僕はねこの FM 小座とか宜野湾で年末に特番やるんですね、うん、そこで必ず変な人を決めようっていうあるいはちょっとなんていうの、うん、スケベな人とか決めようっていうあれがあるんだけど、うん、その変な人で、うん、だいたいほらゆきちゃんってわかる、あの宜野湾のその背高い人とかネタで出すわけ。あの人もちょっと変わってるんですよ芸術家だから。おで塩素の場合リアルだから言わないリアルに変わってるからね。そうそうそう、そういうの言っていった方がいいんじゃない。うん、でも最近はね本当にいい感じになってきたんですよ。うん、なんかそれが、うん、もうそれだから、そうそうキャラになってきてるので、うん、もう全然言いますけど、うん、ただ最近のやっぱヒットは、うん、この作工ですよ。ほんとね、あ、うん、ほん、あ、そっか、あいつはやばいっすか。サッコさんはすごいあいつやばいでしょ。あいつは生き方もあんなだからねなんだろうな、あのね全てがノリでどうにかなると思ってるスザはそういう人好きなんですよ結構、うんうんうん、スザはできない生き方だから、うん、すごいなって思う、純粋に本当に思うんですよ。そうだよね、うん、なかなか人間的にできないよね、あの生き方で。すごい勢いで喋るじゃないですか、うん、勢いで喋る。で、はってなるじゃないですか。嘘もつくからね勢いで勢いで嘘、うん、マジで余裕で。でさ、僕が感じる変な人の特徴言っていいですか。おー、そんなのあるんですか。あるんですよ、必ずある、これは、うん、あのさ、クーラーをつけたり消したり、うん、この温度を上げたり下げたりする人、よく。へぇ、わかる。なんでかな。あ、もう暑くなったっつって、すぐ上げたり、あ、下げたり、うん、で、下げてきたら、あ、寒い寒いっつって、またすぐ上げたり。ん？これ変わってる人多いんですよ。昨今もそうだけさ、うん。もう、落ち着きがない。あー、落ち着きがないっていう意味でね。そう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 。なるほどね。だからね、そこはね、ちょっと見てみてください。うん、稽古場とかでも、うん。ちょっとね、やっぱ変わってる人は、そういう人多いから。ちょっと面白いですね。うん、見てみよう、うん。本当に多い。いや、みつずはもう27か6から下げない。高いし、高くないし。だからだよ。なんで？だってそれ以上下げたらだるくなるのに何にも言えないじゃないか。聞いて、東京暮らしさんがさ、変人が変人を探すのかって来てる。すず、うん、たち変人だと思われてんのかな。すずはね、すずは山内さんも銀太郎さんも来てますよ、はい、変な人。中学の頃、うん、写生大会行って学校に出て、うん、あ、郊外に出て絵を描くってことがあって、うん、その時川のそばで、うん、女性とか絵描いてるそばで、うん、おじいが裸で行水してたやめても。じゃあおじいは別に裸で行水しても変じゃないんじゃない。変だよ変だよ。おじいだよ。でもいやー、でもダメだよ、だって外じゃん。外だけどダメだよ、それは変な人だよ。でもおばあもよく外でおっぱいこんなに肩にかけてから洗ってたよなんかそれ見たことないし、そんな嘘ないよ。やっぱ今の時代ないのかな。僕のねちっちゃい頃はリアルに本当にあったんですよこういうのが。はあ、さあ、ですね、ちょっとここで一曲おかけします、うん、モーミーさんのリクエスト、はい、金太の大冒険でございます。これ金太の大冒険？聞いたことない。エンスおとなしいイメージある。おとなしいもん、うん、基本しゃべる。ふと
喋る、あの多分なんかのスイッチがあって、そのスイッチに触れた話題の時喋る、あれ興味がある時とかね、とことん喋る、で本当にさ、あれ最近電子いい感じになってきたわけ、なんていうの、今までは、この2、3年ぐらい前までは、人付き合いとかもあんまりしなかった、あ、でもなんか今飲みに行ってるのとか見る、そう、これすごいわけ、成長、へぇ、デージ嬉しいわけとかそして今は自分から誘っていくようになったわけ、へぇ、これが素敵なわけ、もうね、俺これ聞いてからちょっと泣きそうになった、泣きそうになった、本当にねえ、これ流したらまずいってきてるよ、ん？大丈夫だよ、大丈夫、これだって RBC でも流してるから、なんだっけ、次は俺何探してんだっけ、あ、CM か、そっか、CM 入れんといけないのか、 CM あれ、あなたの曲をちょっと流してエンディングにしよう、4分ぐらいでさ、ね、あと、それぐらいの曲ある、これ流したいっていう曲がある、1曲、4分ぐらいの曲ではないけど最後に流しそうと思ってた曲、何分の曲、5分、あ、オッケー、大好きさんよ、面白いな、はい、行きましょう、お、はいか、やっぱ入れの日だからね、おう、この黒服の人は歌手なんですね、さあ、サザンブリーズ金曜日、毎週のミスズと山内です、はい、ほら、家の日にぴったりの曲流しちゃったぜ、いいですよね、このなんていうの、悲しくならない前向きなこういうソング好きです ね、ね、はい、このベースの入りがスズは世界で一番素敵なベースのソロだと思ってる、まあいいや、続けよう、あ、僕が今一瞬にしてドン引きしたのが分かったんですねさあ、ですね、来てますよ、東京暮らしさん、はい、この黒い服の人は歌手なんですねって、私、はい、歌手じゃないです、何者ですか、言ってください、タレントで役者です、そうです、女優です、女優です、はいで CM とか出てます、出てます、あと春沢エイカーに出てます、エイカーズグランドマスターにちょこっとね、エイカーズ、ズ、なんだった、グランドマスター、グランドマスター、はい、出てます、もう最終回になったんだけど、はい、DVD がありますので、ぜひぜひぜひ借りれるのかね、借りれるのかね、わかんない、でも沖縄県内でも発売されてるし、内地でももしかしたら、内地でね、なんかどっかの曲で流れてるらしいよ、あ、関東のローカル系じゃない MX 富士の、いいっすねらしいよ、はい、エコザイルさん、はい、スーズは芸人でしょ、やめろそれね、ほんと言われるの最近、山下さんのせいだからね、違うと思うみんなね気づき始めてきたんですよ、このツッコミの感じ、なんからん、あ、そう、シュプリームさんありがとうございます、テレビ神奈川、そう、テレビ神奈川ですこれからねぜひぜひありがとう、あとこのスルーする感じ、んスルーする、このスキルその辺はもう芸人さんなんですよ普通のいいの、もこんな話しててモデル、こんな話してたらもう終わるよ番組、そうですね、今日もありがとうございます、ありがとうございます、はい、みすずちゃんが、近々、なんだっけ、ライブがある、舞台がある、舞台ね、どんな舞台かっていうと、またこれから小出しにしていきます、まあ場所だけでも言っておきましょうか、場所は那覇市にあります、わが町の小劇場にてです、8月19、20日、ぜひぜひ遊びに来てください、あれですか、もうあれは決まってんの、日にち
だから8月19日20日って言ったじゃん今冒頭でも言ったしまた来週さよならマジかこんな終わり方ある怒るのに怒られたらねもう下げますよね今来たかい東京でテレビかねうっそーもん映らないんだエコさんありがとうございます、銀太郎さんも大好きさんもケンジさんもありがとうございます東京暮らしさんぜひまた